ユーロコプター EC-175CHC ヘリコプターの H-175 ユーロコプター EC-175 はユーロコプター社が中国航空工業集団講師と共同開発した汎用ヘリコプターユーロコプター社がエアバスヘリコプターズ社に改編されたのに伴い H-175 に解消されたまた中国航空工業集団講師の 製造販売分は Z-15 と称される。中の7トン級の総発中型である。2008年2月24日にヒューストンで開催されたヘリエキスポで正式発表された EC175 は2011年に形式認定を取得する予定で、ユーロコプター社は今後20年間にわたり800から1000機を販売することを目指している。 EC175 の開発契約は2005年12月5日に締結され、基本設計審査は2006年12月5日に完了し、詳細設計審査は2007年12月5日に完了した。開発費用は600万ユーロと予想されている。EC175 は CAT 手法を採用して、既存の顧客との密接な協力の下で開発されている。 ローンチカスタマーのブリストをヘリコプター社飛びアビエーショングループを筆頭に正式発表の場である2008年ヘリエキスポにおいてユーロコプター社は13の企業から111機分の購入オプションを受注した2008年11月の中国国際航空宇宙博覧会の期間中にハルビン引き製造講師と中国国内のゼネラルアビエーション会社であるとの 間でご気分の Z-15 の仮発注契約が取り交わされた。2009年12月4日に初めて飛行した EC-175 の試作初号機は12月17日にフランスのマリニャーヌで正式に初飛行を行った。欧州航空安全機関の形式認定を2011年中に取得し、2012年に初納入を行う予定であった。 2014年12月11日に最初の2機が北海油田の沖合輸送を行っている NHV 社へ納入された。EEC175 の組み立てラインは当初はユーロコプター社のマリニアーヌ工場の中に設置され、3から4年以内にユーロコプター社の第2の生産ラインが設けられる予定になっている。EEC175 試作機の空気取り入れ口と、 ローター EC175 は民間とパラパブリック用途向けに製造され、この主要な市場は石油、天然ガス事業と創作救難任務によって成り立っている。その他に適用できる分野には観光庁事業、国境警備、航空救急、汎用事業、車輸機などがある。EEC175 は広範囲にカナダドル、CAM を使用して設計。 製作されている。例えば EC175 に使用されているシュギアボックスの歯車とケースはユールコプター車で初めて最初からコテア V5 を使用して設計された。カナダドルを使用することでユールコプター車とヘイグは1万キロメートル離れた事業所間でも仮想モックアップを制作する共同作業が容易に行えた。 EC175 の最初のエアフレームは2008年11月に、ヘイグから、ユーロコプター社マリニャーヌ工場に納入された。ユーロコプター社は EC、EC175 の主ギアボックス、テールローター、アビオニクス、油圧系統、電気系統、ドアとトランスパラスを担当する。また、技術指導とシステムインテグレーションの役割を担い、3機の試作機のうち2機を製作することになっている。 ヘイグは、エアフレーム、テールと、中間ギアボックス、シュローター、燃料系統、操縦系統と膠着装置を担当する。EEC175 は、5000時間の、オーバーホール間隔と搭載状態での整備が可能な、ファデックを装備した出力 1325kW 級のプラットホイット2カナダ PT6、C-67 イ、e、ーターボシャフットエンジンを2機、搭載している。 5枚ブレードのスフェリフレックスシュローターと3枚ブレードのテールローターを持っている。EEC175 のシュギアボックスはコストと補助動力装置の重量の低減を図るために2機の分離可能な補給ギアボックスを内蔵する。EEC175 は石油、天然ガス事業向け輸送用には16座席、乗降の容易な幅広のスライドドアに投機可能な大面積の窓を備え、 平坦な床にコックピットマイナスキャビン間の仕切りは設けられていない。キャビンの床下にオプションで補助燃料タンクを設置することもできる。EEC175 のコックピットは4面の 6X8 インチの多機能液晶ディスプレイにオプションの中央ミッションディスプレイを備える。装備するアビオニクスは飛行管理装置とリンクする4軸20オートパイロットを含む EC225 用に開発されたものから派生したものを搭載する。e c 1 7 5はエアサ CS-29 の対象撃性要求に合格すると予想され、完全にカテゴリー A の運行方式を満たすとされている。海峡6の環境下でも運用が可能であり、12から18名乗りの大型救命ボートを2体を備える。ユーロコプター車は、 EC-175 の発する騒音が国際民間航空機関の要求を下回ると述べている。出展エアバスヘリコプターズシビルヘリコプター EC-175 ブロシュア2015年9月5日閲覧。諸言性能ありがとうございます。